いやあ、久保さん。ビジネスアスリート。まあ、コンテンツアスリートみたいな感じですね。まあ、僕、毎月やっぱ商品売ってるので言われるんですよ。商社さん、<laughs> 作、すごいっすね、みたいなね。うん、だからコンテンツアスリートですね。でも実はこれ戦略があって僕、コンテンツ、コンテンツ作りまくってるのは。要は、あの、いつでも取り出せる資産というかね。だから、要は商品のラインナップがあれば、いくらでも、 腐らないし、情報コンテンツでね。だから、後々キャンペーンでいくらでも売れるんですよ。だから常に、ね、集客媒体と常にファンの方が、こうね、発信をずっと続けていれば、その商品を作らなくても過去に例えば1000個の商品あります。もうこの1000個の商品でぐるぐる回せば、もうまあ、もう多分ね、一生いけんじゃないかなっていうとか、かあるんですよね。だから、作れる時に作っといとく。 だからそのビジネスをスタートするときに、じゃあ、手、手持ちあんのかって話ですよね。うん。だから、あの、何か商品を提供するときに何か作らないといけないっていうのはやっぱコンテンツでもあるわけですよ。例えば、久保さんも FX のね、初心者講座を解説しました。まあ、すぐ売れるかもしれないけど、じゃあそ、その初心者講座のコンテンツをやっぱ作っていかないといけないし、提供していかないといけないわけですよね。でもそれが、もう無限に、無限ではないですけど、もうある程度、めちゃめちゃあったら、じゃあ、 やります。あります。提供します。なんですよね。だからもうめちゃ楽なんですよ。なので僕はまあ将来のイメージとしては、とにかく作れる時に作っといちゃうっていうところですね。腐らないもの大量に。しかも無限在庫っていう、無あの、うなんだ、その在庫いくらあったとしても、なんだろうな、デジタルコンテンツなんで場所も取らないし、 うんっていう考え方があるので、まあ、コンテンツをこれからも、あの、作れる時期は作っておこうかなと。特にこの30代は作りまくるって決めてるんで。まあ、あとはやっぱ余剰資金の問題ですね、僕の場合は。なんで投資に行けないのかっていうと、結局まだ余剰資金が全然ないので、だ余剰資金が出たら僕も FX 投資。まあ、FX 以外もなんかろ投資やると思いますけど、まず余剰資金で1000万。これですね。多分余剰資金で1000万がある、 と多分そのやり方も変わると思いますし無理なくできると思いますししかもそれが1000万が余剰であると解けてもいいっていううんだからこれはね精神的にも非常に楽にあの投資ができるんじゃないかなと思いますねで今度それをコンテンツにしてでまたそれも売れるしうんだからまあ 久保さんの域にはまだ行ってないですけども、まあ、久保さんの域に行くまでは結構まずスモールビジネスをスタートさせた方がいいですしあの久保さんの域に達したとしても発信だけはやっぱやっとくリスクヘッジの部分でやっとくっていうのは絶対あった方がいいと思いますしまあいずれにせよ、まあ、久保さんのところに行くまでには結構やっぱ初心者の人はいきなり余剰資金そんなにあんのかっていう話で。 余剰資金はやっぱ作れる自分であるってことが大事じゃないですかね。まず、まず大前提としてね。で、あとは、まあ、あの、その余剰資金を本当にどう使うかですね。久保さんが言った通り。今のビジネス。だから僕は広告を一切使わないって決めてるんですけど、例えば、その余剰資金で広告にバンバン出してって、もっと大きくしていくっていうことももちろん可能ですし。ただし僕はその、ビジネスを大きくするのは限界があると思うんですね。 で、なんで限界があるかっていうと、ビジネスを大きくするっていうことは、顧客数をある程度増やすってことなんですよ。もちろん顧客単価を上げればね、そんなに増やさなくてもいいんだけど、でもビジネスを大きくしていくってことは、新規のお客さんだったり顧客をある程度一定の大きくしていかないといけないと。じゃあそうなってくると、 一人で対応できる人数っていうのが限られてくるわけですよ。だから自分の時間なくなっちゃいますよね。だから顧客対応に人生が終わるってことになってしまうので、これは本末転倒に僕はなると思うんで、だからその、ある程度余剰資金作ったら間違いなくお金を使ってお金を増やすっていうフレーズに絶対行かなければいけないと。それは僕も認識してます。ただ今余剰がないので余剰作ってるって感じですね。うん。だからその自分のステージどこなのかっていうところで、 まあほとんどの人がまず余剰資金自分で作れないと思うんで、まずその自分で作れるスキルっていうのを手に入れた方がいいんじゃないですかね。やっぱサラリーマンで働いていて、お金を貯めてなくなったら、例えば10年貯金して貯めたお金を投資に持っていくじゃないですか。で、え消えるじゃないですか。あとまた10年労働しないといけないですよ。大丈夫ですかそれ結構きつないですかって話で。でも自分でビジネスできれば、そのなんだ、1000万をね、すぐ作れたりするわけじゃないですか。どうですかね。 でも、労働してたら10年また使うんですよ。だここをね、やっぱ考えた方がいいですよね。うん、本当に。うん。だから、投資っていうのは不確定要素。もちろん、結構硬いのもあるんですけど、あの、情報ビジネスに比べると不確定要素はあると。情報ビジネスは、右に行っても左に行っても、後ろに行っても、前に行っても0円なんで。0円なんで。YouTube いくらやってもね。あの、0円じゃないですか。今のところね。 まあこ月額費をかかりますよってなるかもしれないですけど、多分なったとしてもビビたる金額じゃないかなとは思います多分ならないですね。だって今,今のモデルで利益出てるので、これ有料にしますみたいなね、YouTuber からお金取りますみたいになったら、多分ね、うん、多分いろいろ批判来ると思いますやんないと思いますね。一番その Google がフリー戦略に掲げてるので、フリー戦略の王様がお金を課金するってことはないと思いますね。 ただやってるのはスパチャーですよね。スパチャーや,やりましょうつってそこから結構何割、3割、4割抜くっていうね。それやってますけどね。うん。YouTube そのものも有料化にするっていうことは僕はね、Google の戦略の中ではないんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあしかも今1兆円以上利益出てるわけですし。うん。 逆に言うと、無料だからみんなができるわけじゃないですか。投稿できるわけなんで。これが、毎月100万のランニングコストかかりますって言われたら、多分みんな参入できないので。うん。これは多分ね、無料のままいくと思いますけどね。うん。はい。ということで、まずスモールビジネスから始めてみようでいいんじゃないですかね。柔らかくいってらっしゃい。